Virtual Life Documentary。 大空を捨ててスノブエで競い合う巨大な鳥たちが支配する島、そこは魅惑の生態の宝庫だ。そんな島で大繁栄し、神々しさすら感じさせる大角を持つ怪鳥、それがアバレス大角鳥だ。今回はそんな誇り高き鳥たちの進化と生態を探る。その島は欲望で隠され、そして神に守られた生命の箱庭、アバレス諸島、奇跡の動物たち。約2600万年前、大陸から1000キロ離れた外洋で巨大火山が噴火、そして生態の空白地、新たな島が誕生した。この島に最初にやってきた脊椎動物は渡り鳥。彼らは島を一時的休憩地とし、甲殻類をついばんだ。それから時が経ち、荒れた大地は緑に覆われていく。渡り鳥の糞には遠方の植物の種子が含まれ、本格的な緑化を助けた。そして豊かになった島に定着する鳥が現れる。それが小型の渡り鳥、クイナ科のバンに近い古代種だ。これは小さな渡り鳥が秘境の島の頂点に至るまでの物語だ。アバレス島は多彩な環境に恵まれた外界から閉ざされた島。こうした環境では特殊な進化が起きやすい。その一つが島嶼化だ。閉ざされた島では大きな動物が小型に、小さな動物が巨大に、そして鳥は飛ぶことをやめる。そんな進化が起きる。それを島嶼化と呼ぶ。中でもクイナ科は本来飛翔能力が高いのに、島嶼化で飛ぶことをやめやすい一族だ。沖縄の飛ばない鳥、ヤンバルクイナはその高齢。ただ沖縄にはハブがいて、大型化はあまり進まなかったような。もしも島への定着がヘビなどの捕食者より早かったら、状況は違っていたかもしれない。そのもしが起きたのがアバレス島だ。古代種が島に定着した時点で捕食者不在、閉ざされた島だが、巨大な島は小さな鳥にとって資源が十分だが、他の動物との食料をめぐる競争圧はあった。実はこの適度な到達が重要で、それにより島嶼化の巨大化に伴う肥満が避けられる。代わりに強靭な体と鋭いくちばしの発達、後にヘビやオオトカゲ類が島に流入したが、アバレスオオツノドリは彼らと十分対抗できる存在になっていた。それどころか、そうした生き物の存在がさらなる巨大化、強靭化を刺激した。長い時を経て、祖先の愛らしい面影は消え、怪鳥が誕生した。彼らにはもう一つ忘れてはならない特徴がある。それが角だ。角は一体どこから来たのか。角の起源と進化。アバレスオオツノドリの先祖は、化石から日本でも見られるバニやツルクイナに近いことが特定された。このグループは他のクイナ科にない非胎盤という面白い特徴があった。一見地味だが、性的ディスプレイ、個体識別、縄張り争いの優位性を示すシグナル、さらに防御や攻撃など多岐にわたる役割を持つ。近年の研究で、闘争と結びつくテストステロンの活性が非胎盤の大型化や発色の変化を促すことが分かっている。アバレス島の進化圧でこの活性化が角の基盤となった。それにより非胎盤が顔前面に拡大、頭骨の変化も起き、低い鳥のトサカに類似した構造になる。それが次第に角となり、島のさまざまな環境への適応放散によって驚くほど複雑に多様化したのだ。アバレスオオツノドリ属の幽霊ツノドリの場合、頭上全体に非胎盤が広がり、そこから角が派生しているのがよくわかる。また角質を厚い肉質で覆うものもいる。このタイプは激しい頭突きが得意だ。島西部の森には七花マメジカがいて、木の実をめぐりオオツノドリと競合したことで角の強靭化が見られる。
種を超えて強さと威嚇の記号が共有されたのだ。角の役割、代表的な3つの役割が彼らを揺るぎない存在にした。1、狩りや縄張り争いの武器として。角質の角やコブは頑丈だ。しかも中空化して意外と軽い。彼らは皆己の存在をかけて戦うのだ。2、求愛ディスプレイ。大きさ、形、色、それは異性を魅了する指標だ。正統太は角をより極端なものに進化させやすい。3、角笛。その角は鳴き声を増幅する共鳴感、天然の管楽器だ。スパイラルクレストという種は渦巻き状のユニークな角笛を持つが、これは自然界のゴレムだ。また鳥類は生態にあたる役割の鳴管が気管支の分岐点にある。それによってダブルホイッスルや体内デュエットなど、まるで生態が2つあるかのように異なる音を同時に響かせる種がいる。ペンギンやミツスイ、ライチョウの一部に見られるが、暴れスオーツノドリもその一つだ。天然の管楽器と体内デュエット、それが複雑で豊かな鳴き声を可能にしていた。彼らは仲間と語り、縄張りを示し、恋の歌を島中に響かせる。こうして彼らは角と巨体で絶対的な存在となった。武器、性的ディスプレイ、角笛。こうして仲間との切磋琢磨が角を極限まで進化させたのだ。このような島で共通先祖から多くの形態を生じる事例は、進化論で知られるガラパゴス諸島のダーウィン・フィンチが有名だ。植生、適応環境の違いを背景に、同じ先祖から17種以上に分かれたことが分かっている。アバレス諸島はガラパゴスより歴史が古く、環境も多彩。長い時間をかけて驚くほど様々な形態が生じた。生命は条件さえ揃えば本当に枝分かれしていく。それは空を捨てた者たちが選んだ誇り高き進化の形。こうして小さな渡り鳥は島の覇者となった。最後にアバレス島保全調査委員会のエヴァンにこの偉大な鳥について聞いてみよう。アバレスオオツノドリは堂々たる鳥で、先祖が小さい渡り鳥とは思えないよね。初めて見たとき、絶滅した恐鳥類の生き残りかと思ったよ。6550万年前、恐竜を絶滅させた巨大隕石が落下して、地球全体が生態系の巨大空白地になった。まるで初期のアバレス島みたいにね。規模は違うけど。この時、生き残った飛べない小さい鳥が真っ先に適応して巨大化。それが恐鳥類なんだ。角はないけど、代わりにもっと大きくて、馬の先祖を襲う怪物もいた。肉食哺乳類が登場するまで生態系の頂点だったんだ。アバレスオオツノドリの進化は島っていう箱庭のその再現にも思えるんだ。でもだからこそ、人間の移入と一緒に大型犬や猫が流入していたら一気に衰退してしまったかもしれないね。なるほど。確かに両者の進化は重なる要素が多いような。第1回目にお話ししたが、改めて奇跡的に保護区になったことに感謝したい。アバレスオオツノドリの親鳥が犬や猫に対抗できても、若鳥の生存率は格段に落ちたことだろう。特定の環境での大成功は外からの影響には脆いものだ。輝かしい道は繰り返しても衰退の道まで反復することはない。彼らの華やかな道は我々が守っていく。それでは本日はここまで。次回は海と陸地の境界に挑む者たちに焦点を当てる。ではまたアバレス島で。 Virtual Life Documentary